天才チル50年目の決着。老けたな、限界。あんたは変わらないね、50年前のまんまだ。年月の流れとは本当に残酷なものだ。覆面をしたのはなぜだ。俺にその姿を見られたくなかったからか。うぬぼれんじゃないよ。ただ単に妖怪がうじゃうじゃいる中で正体を見せたくなかっただけさ。私の首を狙っている奴は腐るほどいるからね。栄光波動拳はもう渡したんだ。ああ、祐介に渡して。よろしい。もうお前に用はない。本当に変わってないよ。あんたの頭の中は戦いだけだ。変わってしまったお前に俺は我慢ならない。老いたお前をこれ以上見たくない。私も我慢ならないね。魂を売ってまで束の間の強さにすがりついたあんたに。そうかね。ならばどちらかが消えるしかないね。姿を見て今生きているものは4人。アニジャとブイとカラス、そしてお前だけだ。お前はすぐ死ぬわ。行くぞ限界。残された全霊力をもってお前を倒す。
ものがお前の力か。霊光波動拳を継承する者が現れるまで待つんじゃなかったな。あの時に殺しておけばよかった。強く美しかったお前のままで。お前は限界じゃない。骨と皮のただのガラクタだ。私は限界だ。お前なんかに殺されてたまるか。死ぬんだよ。俺の手にかかって。力が欲しい。トグロとは全く違う力。遅かったな。ばあさん。早い。しっかりしろ。俺だよ、ユウスケだ。わかるか。ばあさん、ばあさん。ユウスケか。よっしゃ。今すぐみんなのとこへ連れてっからな。クラマが何とかしてくれるさ。私は死ぬさ。あの時から分かっていた。そう、50年前の暗黒武術会では仲間として共に戦ったトグロに呼び出された時から。トグロがばあさんと共に戦った仲間。50年も前に暗黒武術界で。そうだ。俺は人間から妖怪に転生したんだ。より長く自分の強さを維持するために。それが50年前の暗黒武術界での優勝した時の望みだった。仲間はみんな猛反対したがね。ユウスケ。ばあさん、喋っちゃダメだ。ユウスケ、人は皆時間と戦わなきゃならない。奴はその戦いから逃げたのさ。誇りも魂も仲間も全て捨てて。 お前は間違えるな。ユウスケ、お前は一人じゃない。忘れるな。誰のために強く。ばあさん。決勝戦を前に玄海師範はトグロの手にかかり、その命を奪われた。怒りに燃えるユウスケとトグロとの決戦の時は迫る。玄海ばあさん、いよいよ決勝戦だ。俺はもう悲しまねえ。ばあさんは俺に全てを託してくれた。あんたのためにトグロにだけは絶対負けるわけにはいかねえ。行くぜみんな。次回、波乱の決勝戦、カラスの秘儀応酬。見ててくれよばあさん。波乱の決勝戦、カラスの秘儀応酬。決勝戦を前に玄海はトグロに呼び出され、そして命を落とした。玄海を失った恨めしチームは悲しみを闘志に変え決勝戦に赴く。波乱の暗黒武術界決勝戦第1試合は今始まろうとしていた。ユウスケ、玄海師範の代わりの5人目はどうなってる。なんだよ、ばあさん来れねえのか。ああ、まあ
そういや裏飯に全て託したって聞いてたからな。やれ、どこまでもめでたい野郎だ。ん？なんだてめえ。し、おっと、それより裏飯、代わりの5人目って一体誰なんだよ。助っ人頼んだんだろ。ああ、まさかあの野郎逃げたんじゃねえだろうな。4人目はわしだ。こえんま、ちょっと待って、ゲンカイ選手がいる以上補欠との交代は認められませんよ。別に構わんさ、見たところほとんど霊気を感じない。お飾りの人数合わせといったところだろう。よくぞ見抜いた。言わんな。ああ、ようやく決勝に臨む選手が決定いたしました。果たして優勝はトグロチームか、それとも浦飯チームか。今まさに歴史的一戦が始まろうとしています。いつでもいい。俺、蹴りをつけてやる。あんな奴はちょちょいと片付けてやんぜ。待て、うん、俺が行く。人間の姿のままでいいのか。レディーファイ。行け。ちょっと待って、自信的だよ。生きていけねえぞ。これを見ろ、自然な人間でしょうか。どうしました、ここで流れを止めるのでしょうか。ローさん、私の攻撃で攻め立てています。ここで流れを止めるのでしょうか。残念だったな。この姿に持っている人は知ってる。これを決めて次へ繋いでいけるでしょうか。
この信仰はいつまで消されるのでしょうか。どうやら本気を出して気が来たようだな。マルコ、パワーアップです。パワーアップしました。大丈夫か、クラム。すまない、ユウスケ。世話をかける。気にすんなって。死力を尽くした攻撃にカラスは倒れた。だが、壮絶なる決勝戦は始まったばかりだ。